撮り鉄。一般的に鉄道オタクと呼ばれる種族の変異種です。一口に鉄道オタクといってもその種別は多岐にわたります。鉄道を写真に収めることで性的興奮を得る撮り鉄、鉄道関係の音声収集を目的としその音声で絶頂を得る撮り鉄、鉄道模型を好み鋼の精神で童心を貫く模型鉄、親の顔よりも時刻表、美しき数字配列に恋焦がす時刻表鉄とエキサイティングな鉄道オタクがいますが、その中でも撮り鉄は世間を賑わすエンターテイナーとしてブラックリストを総なめにしています。当然危険因子を持つ撮り鉄は少数ですが、その少数の戦力は鉄道オタク全軍総戦力を凌駕するほどです。そんな他の追随を寄せ付けない荒くれ撮り鉄の強みというのが、そう、身勝手の極意です。日本の法律を幼稚園のお約束程度にしか認識できず、他人の所有物を破壊することも厭わないあのジャイアンも言葉を失う身勝手ぶりはもはや恐怖の対象です。田畑を荒らす、雑食性、異様なまでの敵外心、イノシシと共通の層を持つことは想像に難くありません。基本的に単独行動時は借りてきた猫ヒロシの平場よりも頼りないですが、大勢集まると突然1年分の肺活量を消費し声を上げます。そうなるともう手がつけられず、あまりの騒音に我々は立ちすくむしかないでしょう。一見完全無欠に見える撮り鉄ですが、繁殖機能が乏しく、さらに恐るべき強敵もいます。それはお母さんです。荒くれ撮り鉄はそのほとんどが実家で親のすねで豚骨ラーメンを作れるほどにしゃぶり尽くしているため、自身の留守中に母親に機材やデータを破壊放棄されるなどの抵抗を受ける場合があります。そうなると荒くれ撮り鉄はその喪失感からあの世への快速急行に一番乗りです。他にも電車と交尾をしだす撮り鉄も確認されており、常に我々の腰を2枚も3枚も抜いてきます。まさに驚愕の生態系を誇るのが撮り鉄なのです。